大統領から君の評判は聞いていたよ。俺もだ。30年来の盟友だそうだ。本当かね？大統領の死に君たちだけで立ち会ったというのは。何が言いたい？何って、もう分かっているんだろう。自分たちがこのテロの容疑者だと。何ですって？ハーパー捜査官、テロが発生する直前、君は任務を放棄し大統領を無防備な状況に追いやった。そんな行動を取ったら疑われて当然だ。ふざけないで。あなたが仕組んだことじゃない。何を根拠にそんなとんでもない言いがかりをつけるのかね。私は国家安全保障担当の大統領補佐官。私の仕事はテロを起こすことじゃなく防ぐことだ。嘘よ。エレナ、自分たちの潔白にそこまで自信があるのなら今すぐ私の前へ出てきた。前あいつ許せない。本当の地獄はここからってわけだ。俺たちは同じボートの上にいるってわけだ。つまりはパートナーだな。嫌がおうでも。なんだっていいよ。シモンズを倒すためなら。ここもシモンズと関係あるの？この上に奴の研究所があるところから見て、そう考えるのが自然だな。あのエイダ、信用できる？それは、難しい質問だな。何か訳あり。ね、楽しいね。俺はさっき教会で暴れ回ったバツが対話したいらしく死んだろよ。知恵は進めないな。火遊びは趣味じゃない。別の道を探しましょう。オッケー。オッケ何か書いてあるぞ。一族の証を示せだと。一族の証ってシモンズ家の？そんなものあるわけないわ。あなたは？いや、親戚じゃないんでね。何かないかな。またエイダのくれた指輪がある。指輪？いつの間にもらったの？リンゴだ。サンキューエイダ。
歩くしかないな。気をつけ、何かいるぞ。思いっきり熱いシャワーを浴びたいもんだ。エレナ、行ってくれ。回し続けてくれ。援護するから、とにかくお互い前に進もう。よし、調べてみる。いけるか？大丈夫。串刺しはごめんだな。エレナ、クランクがない。探してみる。石ころじゃないんだから落ちてるとは限らないわよ。ああ、でも探すしかないだろ。
案件のご感想は。やっと出られそうだな。もうポリゴリよ。先を急ぎましょう。